はい、じゃあまずは、今回の課題をひとまず演奏してみたいと思います。曲はアイアイですね。4小節頭休みます。4,2,3 はい。というわけで福岡佐賀小倉南でドラムのレッスンをしております大竹と言います。よろしくお願いします。遠方にお住まいの方も LINE のビデオ通話レッスン、そして YouTube の限定公開動画レッスンなんで僕のレッスンご受講可能ですので、ぜひ下記概要欄よりホームページからお問い合わせください。ですね、今日も、キッズレッスン、まあ、これキッズドラム編と書いたから良くないのかもしれないんですけど、大人の方見てらっしゃらないんじゃないかと言いますが、本当にどう初心者の方とか、それこそコロナのね、自粛が終わってからドラムやってみたいなっていう方はですね、僕のこの動画がぶっちぎり一番おすすめだと思います。この動画のシリーズ、自宅へ練習しようキッズドラム編ですね。キッズドラム編と書いてありますが、大人だろうが子供だろうがドラム叩くのは一緒なんで、大切な基礎内容は一緒です。今回身につけたい内容、一番身につけたい内容は、二つあるんですけど、一番身につけたい内容は、足で四分音符を打ちながら、上で八分音符までのリズムを演奏できるということですね。なので、ひとまずちょっと譜面、を見せるんですが、これですね。II で、この RL 記号を覚えてほしいですね。ドラムやる上で避けては通れないルール。この R が書いてあったら、右手叩いてください。L が書いてあったら、左手叩いてくださいってことです。っていうことは、ここはどう叩けばいいかっていうと、右、左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 ってことになりますね。で、ここ見てもらったら、赤の音符は、スネアドラムでしたね。で、青の音符がバスドラムでした。このバスドラムを四分音符でキープしながら、上で何かを叩く。これ、よくあるんですよ。足で伴奏。例えば他のベースとかが弾いてくれるから、ドゥン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 でやってる上で、みたいな感じで曲を演奏したいってよくあるんですよね。なのでこの足で四分音符をキープしながら上で何かをするっていうのはドラムやる上とっても大事な能力になってくるし、今何拍目を演奏しているのかなとか、拍ごとにパターンを区切ったりするときにも、とっても大事な能力になります。それともう一個やりたいのが、まあ、この要は足でドンドンしながら上でもう一個は裏打ちって言って、ここの最後の部分ですね、ドッタドッタ、足左手足左手っていうところで、ここにちっちゃく書いてあるんですけど、矢印ちょっと待ってください、あんま変わんなかった、これ右手空振りって書いてあるんですよね。見えますかね。もうあんま近いと逆に見えんのかな。右手空振りって書いてあるんですけど、足のところを空振りします、右手で。こんな感じ。で、して、最終的な空振り消しても、できるように。この、打ったっていうのが裏のリズムっていうんですけど、この右手、足と一緒のところが表。じゃなくて、この左手のところ、ここを裏のリズムって言います。裏拍。この裏拍をしっかり取れるようになるとリズム感がとっても良くなるので、これも練習したい。なので、今回のアイアイの譜面は、一番練習したいのは今の2つなんですね。なので、その練習したい2つだけをまず最初に練習しちゃいたいんですけど、ここの部分、一番最初のここ、手は右左、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 右手と一緒のタイミングで足を踏みますね。
慣れたら、まあ、これだけ曲に合わせてもいいです。で、正直、今回、アイアイの曲使ったんですけど、今までの他の曲ほど、アイアイにこだわってないというか、正直、アイアイじゃなくても何でもいいです。もうたまたまアイアイが見つかってテンポがちょうどよかったからこれにしただけで、もう他の好きな曲でも何でもいいんですけど、一応ちょっとアイアイに合わせて今のをすると、ちょっと手順は右左右左、足と右手が一緒、3のがはい、まず徹底的に練習する。でちょっとこれ慣れてきたら、右手をちょっと別のパーツを叩いてみようかなと、というわけで次のパターンは、この黄色いバッテンマークはハイハットシンバルでした。ハイハットシンバルを右手叩きます。その右手叩く瞬間足と一緒と、でその次左手でいつも通りスネアドラムを叩く、ここの部分のことですね。なんでフレーズはこうなりますね。じゃあこれだけでもまた合わせてみると、ずーっとなんでこれ、ここ叩くとき右足入りますよ。ワン、ツー、スリー、はい。他のパーツも叩いてみようか。じゃあ右手今ここ叩いてたけど、これをじゃあハイタブにしてみましょうか。ここのすぐハイハットの隣の太鼓というか、一番ちっこい太鼓ですね。もちろんこのハイタブを叩くときに足が一緒。それがどこのフレーズかっていうと、この上から2段目のここオレンジの一番上の線の間に書いてある丸ですね。これがハイタム、ここの太鼓になりますね。ちょっと場所を見せると、これスネアで、これがハイタム、これがハイハット、これはあの鹿児島のおばあちゃんのところで買ったお守りですね。はい、というわけでそのハイタムを右手で叩いて、そこで足が一緒っていう感じになります。じゃあこれでもやってみようと。こうですね。ちょっとこうで入ります。でこのまあ3パターンをすると、だん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 ですね、まあこの動きに慣れていく。でそしたらもちろんこことかここ以外のところでやってもいいですよ、とか移動してもいいみたいな感じでやってもいいですね。でそのこれに慣れたら一番難しいやつ、左手、足、左手、ドッタ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 の練習です。で、よくこの、交互打ちは練習するけど、手と足の交互打ちは練習しないんですよね。当たり前だけど、ドラムって手だけ叩いてるわけじゃなくて、足も使ってるので、ここ同士の交互打ちだけじゃなくて、足との交互打ちも練習しておいた方がいいです。で今回は足と左手ペアの交互打ちしかしないけど、足と右手ペアとか、足と両手ペアとか、足右足左、足右足左とか、逆に手足交互にやってみたいな感じのフレーズを練習してもいいです。ひとまずそれの第一歩としてもこれで、空振りを入れた方が入れやすい人は、あ、やりやすい人は空振りやってみましょう。で大体の人は空振りしながらの方がやりやすいやつ、
やりやすいはずなので、空振りしながらやってみましょうかね。この、まあ、3つのフレーズと、と、で、ラスボスができるようになったら全体を通してみましょう。まあ最初タタタタですね、全部スネア、ハイハットに行って、でもう一回全部スネア、ハイタムに行って、もう一回全部スネアで、それで今度頭抜き、裏打ちですね。足左手のパターンが、ここまで続きます。頑張って4小節、これが崩れないように耐える。そしたら最後、タタタタ、じゃんじゃんじゃん、お猿さんだよーで終われる感じになってます。ひとまず、やってみましょう。で、このアイアイ、意外と早い。けど、このぐらいのテンポで、叩けないと、他の曲でもこのパターンを使うことができないので、ぜひできるようにしておきましょう。で、今回はアイアイ歌いながらすると難しいと思うので、アイアイの歌を聴きながら自分は自分のパターンを叩くっていう感じでいきましょう。4、2、3、はい。ましたでしょうか皆さん。今このパターンが変わるときとか3入っていましたけど、これがなくてもメロディーが半分終わったら変わる、半分終わったら変わるっていう感じで自分でできるようにしてみましょう。というわけで自力で数えて自力で入ります。ではやってみましょう。僕は合図一切出さないです。最初だけ合図出します。4、2、3、はい。今までいろんな曲をやってきましたけど、結構基本的なもう一番最初の大事な内容は、だいぶしっかりやりました。最後ちょっと難しめの曲を用意しようかなと思います。で、キッズドラム編に関しては、残りの、まあ、今からゴールデンウィークに入りますよね。今までのこのアイアイ、まあ、虹の向こうにが一番最初曲だったんですが、虹の向こうにからこのアイアイまでの何曲ぐらいやったのかな、8曲9曲ぐらいやったのかなを、まずマスターして、ドラムをね叩く基礎がしっかりできたら、
最後の、ラスボスに挑んでみてください。で、何度も言いますけど、あの大人の方もね、ぜひやってみてほしいのと、この機会にお父さんお母さんとかも一緒にやるとすごくいいと思います。すごく楽しいし、リフレッシュになるし、なんだろうかな、その子供の習い事に対しての自分の理解も深まると思いますし、すごいいい機会じゃないかなと思います。本当にちょっと練習すれば誰でもできるような内容になってますので、子供はもちろん、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまでみんなで、自宅へですね、音楽リズムを楽しんでいただけたらなと思います。というわけで、ラスボスの曲何が来るのかお楽しみにという感じで、いつも通り音源はボンボンアカデミーさんという YouTube チャンネルのやつを使ってます。で、この譜面、僕の生徒さんで欲しいという方は、LINE をして、 LINE とか普通に僕に連絡してください。 PDF にしてお送りします。欲しいという挙手がなかった場合は送りませんので、欲しい方は、連絡してください。で、キッズレッスンの方はですね、正直みんな見てんのかなっていうぐらい全然問い合わせかとかいうプレッシャーあんまかけちゃいけないけど、全然欲しいですの連絡は来ないので、これに関しては僕の生徒さんじゃない方もあげます。もう作っといて誰にももらわれないとこちらもちょっと悲しいので、欲しい人は誰でもあげます。知らない人でもあげますので、連絡してください。というわけで、キッズドラムレッスン、コロナ自粛中のキッズドラムレッスン基礎編は今日で終わりになります。しっかり基礎身につけてラスボスに備えましょう。ラスボスは結構難しくするつもりですので頑張ってください。お疲れ様でした。